1976年の阪神タイガースでは、1976年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、吉田義尾監督の2年目のシーズンである。吉田義尾監督は2年目を迎えるにあたり、投資コーチを小山正明から皆川むつおに、守備コーチを安藤元から一支周平に交代させた。前年3位のチームは、キャンプイン前に、 不動のエース、江夏豊を南海へ放出し、代わって江本武則を獲得。また、打撃陣は、ハルブリーデンとマイクラインバックが加入し、日本ハムから東田正義をトレードで獲得するなど、既存戦力と新戦力の融合を図るチームは、この年から、ホーム用ユニフォームを一新。ホーム用は、ビジター用で、先行採用された黒と黄色のギザギザラインが、 採用されて、左袖に、モロコーマークが付き、ビジター用の左袖が、タイガーズロゴに変更された。ギザギザラインになったこともあり、チームは、開幕から好調で7月まで巨人と、主位争いを展開。8月以降は失速したが変わって2位に上がった、広島の11連敗もあり、息を吹き返すと、10月初めまで熾烈なレッドヒートを演じた。最終的には、 巨人の優勝を許し2位に終わった。投手陣は江本がこの年15勝を挙げて、江夏の穴を埋め、それ以外の投手も、まずまずの成績を残し、山本和幸、兄や総八のダブルストッパーも検討。打撃陣では新外国人のブリーデンラインバックが1年目から、打ちまくり、特にブリーデンは1試合に本塁打を5月に5度、記録するなどの活躍を見せ、チーム2位の立役者となった。 シーズン終了後、田淵光一の処遇をめぐって、吉田義尾監督と対立した、辻義則ヘッドコーチが退任した。ありがとうございます。